それでは誰も従えないでしょう。分かっておる。よいか、直樹は死んだものと考えよう。後継者は天川千夏とする。直樹は死んだものと考えよう。芹沢君待ってたよ。さあ今回は誰と出かけることにするのかね。でもここに来るんな時は高熱の場でデスタロイです。コドウシーナちゃんを選択。ナンパされたら嫁にアルマジック出現をしてしまったのです。銀次郎さん、じゃあ私には直樹という彼氏がいます。僕と OK です。さっきは直樹という彼氏と来ていますって言いました。そんなに似たいの？さあ、しょうがない。どうしたんですか先輩。ごめん、本当にごめんなさいなのです、はい、先輩、どうぞ。ここにいられたら耐えられないんだ。ちなつは何を言うの？何照れてるんですか。先輩が照れちゃうと私まで恥ずかしくなっちゃうじゃないですか。もちろん銀でも聞くのです。俺はほらだからご褒美なんですね。だから変な意味とかないですから。出てくる気をしながら迷路